本日の企画はですね、まあ、こちらのレクサス GS300H なんですけども、この車を購入するときに僕が気をつけたこと3選についてご紹介したいと思います。でこの車、まあ僕はネットの仲介さんで購入したんですけども、特に気にした内容3選の方をお話しさせていただきたいなと思います。これから中古車をご購入される方のご参考になれれば嬉しく思います。それでは本日もサクッとやっていきましょう。ではまずですね、まあ、僕がこの車と出会った経緯について簡単にご説明したいと思います。でまあもう超簡単なんですけど、まあ僕はカーセンサーっていう、まあ中古車のサイトを利用して購入しました。探す内容はまあ車種 GSSA、 僕の場合だったらレクサス GS と、まあカラー、まあ僕は絶対ホワイトの車に乗りたかったんで、まあそれを検索して、でまあ47都道府県日本ございますよね、まあその中で探しました。でまあそこからまあ自分に合った車両がまあ今この車なんですけども、最初にもう言っとくんですけども、僕この車一度も実際に見ずに購入してます。はい、そうは言ってもまあ一回も見ずに車を購入するあの度胸はないんで、それについてはちょっと詳しくご説明の方したいと思います。でまあこの車は実際関東の方のあのお店で購入しました。でまあ僕は広島なんで実際直接目で見ることはしてません。まずはですね、その検索でまあこの車引っかかって、お店の方に僕は直接メールで問い合わせをしました。問い合わせして、でこっからですね、僕が特に気にした内容3選の方のご紹介なんですけども、まず一つ目は飛び石です。フロントガラスの飛び石。でまあもう理由は、もう僕はベルファイアの時に飛び石もがっつりでかいの食らっとるんですよね。でまあそれがちょうど運転席の目の前ですごく気になってて、まあリペアっていう、まあ安く2万円ぐらいでリペアしたんですけど、まあそれでもうまいこといかんくて、フロントガラス全交換したんですけども、まあそういった経緯があったんで、ちょっとフロントガラスの飛び石が、まあ走行してたらどうしても発生するものなんですけども、やっぱりもうないに越したことはないんで、まずそこをあのお店の方に問い合わせしました。飛び石について、まあ、逆にお店の方から、実は飛び石がここ何ミリぐらいあるんですよって、あんまり言われないような僕は思いがしました。問い合わせしていて、だけまあそのやっぱり実際自分の目で見れる時っていうのは、まあそういった、まあ、細かいことかもしれないですけど、ちょっとやっぱ気になりましたね。まあ僕はそこは一番気になるポイントでした。はい、2つ目の方は修復歴です。僕はまあ修復歴アリ車を今まで乗ったことないんで、そういった車ですんで、まあその修復歴ありの大小に関わらず、まあ僕はもう修復歴なしがまあ圧倒的におすすめです。まあ逆になんか修復歴ありじゃあ大丈夫ですよってなってても、結局なんか後々それが原因でなんか不具合起こっても嫌じゃないですか。ですんでまあ僕の場合はもう修復歴なしを圧倒的にお勧めいたします。はい、それでは3つ目なんですけども、3つ目は保証です。で大体の情報っていうのは、まあ、お店の方とのやり取り、まあ僕は LINE でそのお店の方とずっとやり取りしてて、まあ動画もたくさん画像も送ってもらって、まあ情報はもうある程度こういろいろ入ってきて、あ、安心できるなって、まあ安心できるお店の方だったんで、でお店の方も安心ですし、まあ実写のあの画像動画、僕はここを撮ってくださいっていう言ったものを全てまあ撮ってもらって、で僕はそれを見て安心できたんで、もうそこで購入しようかなって思ったんですけども、やっぱりそうは言うても何が起こるか分かんないじゃないですか。実際運転もしてないし、ですんでやっぱそこで保証っていうのがすごく大事になるんじゃないのかなと思います。実車をなかなか見に行けない状態でしたら、やっぱりその保証っていうのが不安を解消できる一つの材料になるんじゃないのかなと思います。で僕はもうしかも初めてのこのハイブリッドの車でしたので、その今までのエンジンのガソリン車と違いっていうのもいまいちよく分かってなかったんで、それでまあハイブリッドで不具合が出ました、ですぐね納車して壊れましたってなったらちょっと遅いんじゃないですか。ですんでまあやっぱり保証っていうのがもう僕もすごく安心できる材料になりましたんで、
まあ、お店によってその保証料金とかもあると思うんですけども、やっぱり入っとった方が安心はできます。購入していろいろ不具合何箇所かあったんですよ実際で、それは全部保証で対応今してもらってるんで、ぜひ実際車の修理っていうのでお金かかってないんで、0円なんで、そこは。まあ、初めて現車を見ずに買われる方は、必ず保証入っとった方がいいのかなと思いました。人それぞれ、皆さんいろんな考え方あると思うんですけども、ここは入っててよかったなと思いました。はい。でちなみに保証内容で直してもらったそこなんですけど、このまあ左サイドミラーがまあ僕のは動かなくなったんですよね。でそれは交換してもらいました。この中のもうミラーごとですね。これがだいたい多分4万ぐらいするんかな。まあこれは全部無料で交換してもらいました。で空気圧センサーも無料で交換してもらいましたっていうのが感じですかね。とりあえずは、はいはい、それではいかがでしたでしょうか。僕が車を購入するときに気をつけたこと3選のご紹介でした。で皆さんも車を購入されるときには、まあ、ここだけは押さえておきたいっていう場所あると思います。今回は僕の気をつけたことのお話でした。皆さんの車を購入される際の、まあ、気をつけたことなど何かありましたらコメントで教えてください。でこれから初めて車を購入される方や、まあ、僕みたいに実際に見ずに車を購入される方などの参考になれたら嬉しく思います。もしこの動画参考になったなと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。